どうも、わらつみともきです。というわけで、今回はこちら、虫神器第3弾名脈の供物。こちらをね、応援魔半妙を狙って一箱開封していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけで早速こちら準備ができたんで開けていきたいと思います。バックね。あ、林の重い。これ多分ね、一箱に一枚しか入ってない林。もう一個出てきたら説明するわ。うん、トラツリアズ、ナキイナゴ、シチューの間引き、サタンオオカブト、あれだね。ちなみにこいつは数少ない、虫神器では数少ないハンデスカードです、パック目、もう開いてないわ、いきなり開いてないわ。よし、ナミゲンゴロウ。あ、そう、このね、第3弾は水星昆虫っていうねカードがね、出てきたパックなんで、雑にね、あの無人機で勝ちに狙いに行くんであれば、うわー、欲しかったクワガタムシの甲冑。これね、足りなかったんだよ。うん、いや、まあ一旦クワガタムシの一旦説明置いといて、こう水星昆虫、そう、雑に勝ちを狙いに行くんだったら、3段だけとりあえず買ってれば水星昆虫揃うから、うん、3段だけまず最初に買って、うん、やるっていうのがおすすめかもしれん。で、まあこれ、こっちね、はい、クワガタムシの甲冑。いや、装備カードで言ったらね、攻撃と、体力をね、これ700増やすっていうね、結構化け物級なカードなんですけど、まあ、こいつね、しかも装着持ってるんで、シールドから引くと、縄張りから引くと、場にね、万が一こうやってもう虫がいた場合ね、こいつ装着できるんでね、700アップして、耐えることができると。まあ、耐えれるかどうかは、まあ、相手の虫次第なんですけど、うん。いや、欲しかった。これは欲しかった。あ、対抗値、水星昆虫ですね。金鬼、マダラバッタ、バッタの待ち伏せ、軍隊の住人、あ、軍隊の住人ですね。まあなんか、これはあれですね、第1弾のムカデのなんたらってやつと、の呪文と、まあ、上位互換というか、なんというかなとかですね。うん。で、バッタの待ち伏せはね、これね、一回ね、デッキに入れて、使ってみたんだけどね、3コスは重いからこれ多分相当使いづらいと思う。これ使える人いたらね、結構すごいわ。ほい。あ、来た！あ、来た！待って、ちょっと待って、来た。あれ、さっき、畑？いや、林だわ。あれ？なんか、嘘ついたかもしれん。なんか林出たわ。あれ？ほんとね、もう一体出ると思うんだ。ちょっと待ってくれ。そいつが出るまでは待ってくれ。一躍、トゲ7節。ちなみに、なんか、どっかの界隈で聞いたけど、この、擬態と装着、意外といいコンボ持てるっぽいです。擬態なんで、出ると、次のターンまでこいつってダメージ受けないんで、場に残るんですよね、絶対。だからシールド食らうときに、装着出ると、絶対装備できるんですよね。こうやって、ふんっつって。だから、まあ、意外と相性は、擬態とは、装着はいいのかなとは思いますね。はい、開いてない。はい、もう開いてない。もう、わらつみともきの回復ではもうあるあるになってきましたね。もう開いてないわ。すいませんね。はい。ハグロトンボ。ムクゲコの葉。ウォールリハムシ。女王蜂の湯袋。メタリフェル。いや、これはね、この能力が下が強いかどうかはね、置いといて、まあ、普通に修正値をね、2倍にするんで、例えば、こいつにこれがつくと、700ではなくて1400アップするんですね。ただし1枚しか装備ができないので、まあよっぽど強いカードをこいつにセットすると、まあこいつが急になんかレジェンドレア級のパワーを持ち出すんで、こいつもなかなかいいカードですね。太鼓打ち、リフチョウ、クツワムシ、わあ、見ちゃった。バッタの待ち伏せの群青と、まあこれはね、群青ありがたい。群青は正直ありがたい。数少ない宝石昆虫。まあ今ね、第4弾でね、もう一人ね、宝石ゾウムシってやつが、宝石昆虫で出てるんですけど、それ以外だとね、こいつ、この第3弾のこいつしか持ってないんで、これはね、結構貴重です。
差し張りあり、こいつも確かあのあれですね、貴重なハンデスカードですね。激痛バリ金用に青マダラ玉虫、シチューの間引き、軍隊リー10人、ついにエセレアが被り出したぞ。マダラサソリヤンバルってなんかこうだね、あー出ましたね。なんかこいつはあれですね、結構メタカードとして入れる人がまあ多いですね。はい、っていうのもこのね、機械の両手っていうのが、ね、場に出た時にその術カードとか、まあ、玉由良とかああいうので虫がね場に出た時にそのターンその虫は攻撃できないっていうね、あの能力を持ってるんで、まあこいつが出てきたらね、ちょっとワンショットデッキとか、まあ、そういったデッキにはちょっとメタになるかなと思いますね。まあ水星昆虫とかはねちょっとあんまり関係ないんであれだけど、ワンショットに対しては強いかもしれない。オールリハムシ七不思議の秘伝書、つえつえばえ。マダラサスリ。ギフチョウ。枝七不思議。女王蜂の匂い袋。群青大小話。ああ、いいね。群青はもういいです。とりあえず、何枚あってもいいです。水カマキリ。一文字せせり。ふつわ虫。ホガネムシのカチュウ。アクアガタムシの甲冑、嬉しい。これは嬉しい。一番嬉しいエスリアと言っても過言ではないかもしれない。水カマキリ、グラントシロカブト、モモブトオールリハムシ、ヤブカの密約、スエツエバエ。やっぱ虫神器って、一箱で結構やっぱりエスリア被るよね。うん。ナミアメンボ、トラツリアブ、これもさ、もう3枚ぐらい見たけどさ、これいつの説明なんだけどさ、未だに多分これをうまく使いこなせるやつ多分誰もいない。だってさ、ゼロコストなのはまあ100歩譲っていいけど、ふわふわって能力ってこいつアタックできないからさ、どうやって使うんだろうね。なんか今後なんかあるんかね。今のところ思いつくのはゼロマナで、ニセハナマオカマキリとか、ああいうのでなんかトモ食いとかの餌にするぐらいかなしか思いつかないんだけど、なんかあんのかな。七星金カメムシ、コガネムシの甲冑、巨人ツユムシ、はい、あれちょっと待ってちょっとあれさっき林だったよね。だから林だ。うん、あー、あー出ちゃった。黙ってたら出ちゃった。レジェンドレア、あー出ました。多分ね、この、メイミクランクと第3弾をパック向いてる人であれば、多分、一番嬉しいカードが、おそらくこのパラマン大平田クワガタですね。はい。っていうのもさっき説明した、水星昆虫。水星昆虫と、この樹液酒場。まあ、これは実ね、これも水星昆虫なんですけど、青の餌場。まあ、例えばね、こう、マナにこの、メタルフィルとサタン、ね、がね、餌場にあったら、1コスト軽減でこいつを出せると。で、水星昆虫も同じで、1コストで、その、1軽減で出せるというカードになってるんで、まあ、そのコスト軽減でね、出してくる、この大型獣っていうのがね、まあ強いと。ということで、よくね、こいつは、まあ、大会の優勝とか、まあそういったデッキでもね、いるデッキな、カードになるんで、多分、このパックを買ってる人だと一番嬉しいカードですね。はい。ちなみに俺は、応援もハミオってやつの赤色のね、レジェンドを狙ってるので、まあ、あまり関係ないですね。ちなみに、無事人気において、価値のあるカード第2位ではありますね。はい。アダンソンハエトリ。ちなみに1位は、第4弾の太鼓です。ベニスズメ、赤スジキン、虫、クズハのゴフ、タガメ。ほい。ナミアメンボ。ベニスズメ。モモブとオールリハムシ、サシバエの決命、オージョログモ。オージョログモはね、正直ね、まあ、コスト1以下の術カードをコスト1で増やすっていう、まあ、玉浦とか、ああいうのを1重たくできるっていうのはね、強いんだけど、まあ、何せね、ちょっと4っていうのがどうも重たいのと、自分の術もね、重たくしちゃうんで、まあ、いいメタにはなりそうなんだけどねっていう範囲。うん。置く場所なくなったら整理するわ。
あ、来た、ようやく来た。そう、こいつです、こいつです。はい、これです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 。はい、これです。はい、こいつです。はい、こいつです。なんかね、はい、これですね。林の馬追いと畑の馬追い。これで、あの、馬追いコンボって言って、ま、場に2体こうやって出した時に、こっちの下の技が使えると。で、600、600。だから例えば、林、畑って言った状態で、もう1体林とか出したらね、600、600、600で、あの、1800ダメージを相手に当てることもできるということになるんですね。コンボカードですね。あの、第1弾でいう、モンシロモンキーみたいな感じなんで、第1弾だとモンシロモンキーは、あの、コンボカードで、なんか、一箱に1枚しか入ってないとか、まあ、そういったカードっていうね、話を聞いてたんですけど、だから、おそらく林畑もそういう風になるんかなと、思ってましたね。まあ、一応、あれですね、あの、遊戯王だと、あの、バーバリアン1号2号みたいなもんですね。はい。じゃあ次いきますね。畑、ヤンバル、赤筋金カメムシ。ちなみにね、このさっき赤筋じゃない方のね、七星金カメムシみたいなやつもいたんだけど、この毒斬り散布、これもね、意外と強くて、この食いつくってそもそも300ダメージじゃないですか。で、毒斬り散布、これ場に出た時に、あの、相手の視点選んで300ダメージ与えるんですよ。実質こいつ3コスで600ダメージ与えるっていう、あの、ちょっとね、なかなかやってるカードではありまして、で、この群青オオクボハムシ、この宝石昆虫持ってるやつにも刺さるんですよね。あの、っていうのも、この群青オオクボハムシって倒されると、虫の攻撃で倒されると、相手の餌場に行くんですよ。だから、倒されることで学ぶ嘘するっていうカードなんだけど、この虫の効果で倒すことによって、しかもちょうどぴったり300ってね、うん、効果で倒すことによって、ただ単純に墓地に送ることが可能っていう、なかなかにね、まあ、意外とやってるカードよりではありますね。はい、シチューの間引き、鋼。はい、水カマキリ、ムクゲコノハ、シャドクガ、スチグモの地固め、虹色クワガタ。水生昆虫のデッキを組みたい方はもうご存知の通りなんですが、虹色クワガタはですね、自分のエサ場のやつが、例えばタガメ、巨人ツヤムシって、もうこの2体がね、まあ、場に、餌場にいるとしまして、こいつを出すと、場に出すと、この色を青色にすると変換することができると。よって、このパラワンだとか、水生昆虫のね、虫がね、一気に飛び出してくるようになってくると。というわけで、まあ、水生昆虫を組むなら絶対必須カードです。土蜘蛛ちゃん、これをやったやつですわ。ごめんなさい。何をやってるんだ。ほい。八重山サソリ、ギフチョウ、マダラバッタ、クズハの五夫、オオジョログモ。残り2パックですね。18パック目。あ、19パック目です。ハグロトンボ、ベニスズメ、アオマダラタマムシ、土蜘蛛の地固め、クワガタムシの甲冑、3つ目。なんか、これは嬉しいぞ。これは普通に嬉しいぞ。3つ目。もう、まあでももういねえかな。もうクワガタムシの勝ちかな。ちなみに第3弾からレジェンド R は2枚箱が あるという話なので、ワンチャン出ないかなと思ってるんですが。七星金カメムシ、バッタの待ち伏せ、トゲ七星、レジェンドではないということで。はい。はい。というわけでね、こういう結果になりました。まあね、応援まあ出なかったけど、まあ一応ね、パラワンとかいうね、頭おかしい超強カードが出てしまったんで、まあ、めちゃめちゃ、まあ嬉しいですね。感無量ですね。で、クワガタムシの甲冑もね、3枚出たということで、で、群青虫もね、2個。これはね、素晴らしいです。はい。というわけで、まあ、こんな感じの結果になりました。またね、応援もハミを狙って、第3弾ね、いずれ開けようかなとは思ってるんですけども。はい。で、第4弾の方もね、
まだタイタン出てないんで、タイタンだけ出てないんで、なんかね、一般的にはね、みんなが狙ってるやつは出てるんですけど、うん、みんながなんか、これ弱くねとか言ってるやつがね、一番欲しいなーつって、なんか、狙ってるんだけど、なぜかそっちが出なくて、なんでなんですかね。はい。というわけでね、最後にね、あと一個、皆さんにね、まあ、ツイッターとかの方でもね、まあ、X ですね、旧ツイッターで、おそらくね、現時点、まあ、この動画が上がってるタイミングだと、まあ、昨日ですかね、はい、に、ツイートされてるとかなと思うんですけど、放送されてるかなと思うんですけど、こちらね、まあ、多分この辺に多分今、画像が出てるかなと思うんですけど、こちらのね、虫主の皆さんにはね、おすすめしたい。ぜひおすすめしたい。このカードケース。うん。もうね、これ買った時にね、ついでにマジで、3つさらにね、購入したぐらいだったんで、はい。俺的には、非常におすすめのカードケースですね。はい。約440枚入り、仕切りが2枚、積み重ね可能と。とてもね、使い勝手がいいですね。はい。しかもこれね、ダイソーさんで手に入るんで、ぜひ皆さん、購入していただければなと思います。というわけでね、いかがだったでしょうか。はい。この動画がね、良かったよという方は、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いいたします。無人機、ダイソーやるぞ。